悲しい街というか辛い街というか住みづらい街とか、なんかネガティブなイメージしかないのかもしれないけど、そうじゃないよって、福島の人もめちゃくちゃ元気だよっていう元気を世界中に発信してこようぜっていうのがコンセプトなんで、僕ら福島県人と出会ったニューヨーカーが、福島の人めちゃくちゃアホで元気だねっていうふうに言ってもらえれば最高だねっていうイメージで行ったんですよね。2011年3月11日震災が起こりました。その2日後から僕ら炊き出しを本格的に始めて、その時に初めて出したのが豚汁だったのね。その豚汁っていうのは普通の豚汁なんだけど、具が全然なくて1000人くらいの人に食べさせなきゃいけない、どうしたらいいかなって言った時に、まあパスタ屋さんがいたんでね、あ、じゃあこのパスタ入れちゃえって言って、これかなり美味しくてね、パスタ入りの豚汁っていうのを僕ら初めてその時にやって、それを今回ニューヨークでも、これがあの震災の時に出した豚汁ですみたいな感じでそれを出した。それが一つと、もう一つ僕が出展したのが流木アートって言って、まあ海に流れ着いた流木にメッセージを書いて、なんかいつの間にかね、津波で流された流木っていう風にアメリカでは解釈されてたんだけど、まあ、なんか一回外に出てもう一回福島を見ると、あ、また違う感情が、違う感情っていうか、改めて、福島大好き、あ、福島っていいとこだなってすごく思うし、あ、やってることって間違いないんだなっていう再認識ができたのが一番かな、と思います。同情の街って思われがちなんですけど、そうじゃないよって、もう世界一幸せな街にこれからなっていくんだよって、それはやっぱり震災を経験して本当に辛いこともめちゃくちゃいっぱいあったんですけど、普段僕らの心の中にこう振り子があるとしてね、辛い嬉しい、辛い嬉しい、あの 3.11 の時に辛いって触れちゃったんですよね。でもその次の瞬間、幸せっていうふうにも、なんか幸せのアンテナが立った分、幸せなアンテナもめちゃくちゃ立って、本当に当たり前だったことがありがたいっていう風に変わった瞬間だし、これをやっぱりこの感覚を身につけられたのは福島県、まあ、東北の人皆さんだと思うんですけど、やっぱそのこの気持ちを世界中に発信していったら、本当に世界一なんか幸せな街になっていくのかなっていう風に思ってるし、実際僕も今めちゃくちゃ幸せですしね、福島で生まれてよかったって思うしね。